バベルの塔は、フランドルの画家ピーテル・ブリューゲルが描いた絵画。旧約聖書の創世記に登場するバベルの塔を主題として、ブリューゲルが描いた作品は3点が知られており、そのうち最初の1点は、象下を支持体として描かれていた。この作品はブリューゲルが、ローマ滞在時に描いた、細密画だったが、伝生していない。残る2点は現存し、 サイズの大きな作品がウィーンの美術史美術館に、サイズの小さな作品がロッテルダムのボイマンスバンベイ人間美術館に、それぞれ所蔵されている。どちらの作品も聞いたに、油彩で描かれた遺体である。ボイマンスバンベイ人間美術館が所蔵する、ショーバベルは美術史美術館が所蔵する、オーバベルの半分程度の大きさである。両作品の構成は酷似しているが、と、 上空、塔周囲の背景など、細部の描写には、差異がある。オーバーベルの、画面左下前面には、創世記に登場する、ニムロドーと考えられる人物を中心とした、人々が描かれている。ニムロドは、バベルの塔の建設を命じたとされる人物ではあるが、創世記中で明言されているわけではない。また、オーバーベルの塔は大都市に面して立つが、小バベルでは明けた。 田園風景に囲まれている。創世記には、同じ言語を話す人々が自分たちの名声を高めるとともに、人々が他の地に散逸するのを妨げるために、バベルの塔の建築を始めたことが記されている。彼らは、また言った、さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて、全地の表に散るのを免れよう。 ブルーゲルが描いた、帝政ローマ紀の建造物に見られるような数多くのアーチで構成された、バベルの塔は意図的にコロッセを握して表現されている。これは、キリスト教徒にとってコロッセをそのものが、存在者とキリスト教迫害の象徴と言える存在だったためである。ブルーゲルは1552年から1553年にかけてローマに滞在した。その後、 画家としての主な活動場所だったアントウェルペンに戻ったブリューゲルはローマ滞在時に目にした歴史的史跡などの版画を版画業者のヒエロニムスコックと共同で制作している。オーバベルとショーバベルにはこれらの版画に表現された詳細描写が活かされている。古代都市バビロンとローマ帝国との類似点は特にブリューゲルと同時代の人々にとって特別な意味を持っていた。 永遠の都と言われ皇帝カエサルが統治する帝国の首都ローマだったが、その衰退と滅亡は現世におけるあらゆる人力に対する空虚と無常の象徴となった。さらに、バベルの塔も聖書だけではなくあらゆる宗教的儀式をラテン語で執行していたカトリック教会と、それらを世俗の言語で実施し、当時のネーデルラントで広まりつつあったプロテスタントとの 間の宗教的論争の象徴になっていた。聖書研究史の大きな転機とも言える、1568年からアントウェルペンで6カ国語に翻訳された世俗語聖書の出版も相まってバベルの塔という題材が当時の時事的関心を広く集めていた可能性もある。バベルの塔では傾斜地にアーチを垂直に建設する様が描かれている。 このことが塔の構成を不安定に見せており、すでに崩壊しかかったアーチも存在している。塔の基部及び仮想はほぼ完成しているが、構想部分は建築途中となっている。ファン・ハルケンボルヒが描いたバベルの塔、ルーブル美術館所蔵。ブルーゲルと同時代の画家ルーカス・ファン・ハルケンボルヒも1560年代にバベルの塔を描いており、さらにキャリア後期のおそらくは、 ブルーゲルのバベルの塔を目にした後に再度バベルの塔を描いた。どちらの作品も16世紀から17世紀における伝統的な作風でバベルの塔が表現されている。ブルーゲルが旧約聖書を題材として描いた作品はバベルの塔とサウルの自害だけである。どちらも増長者が罰を受ける物語と解釈されており、ブルーゲルも間違いなく意図的に この解釈でこれらの作品を描いている。さらに忙しく働く技術者、石膏、職人たちはもう一つの教訓、つまり人間がどれだけ努力しようとも、終局的には無益に返してしまうことを示唆している。ニムロドが建設しようとしたバベルの塔は、ドイツの風刺作家ゼバスティアン・ブラントの著作、アホーブネにも同様の教訓の題材として使用されている。 ブルーゲルの建築、建造物に関する知見は後半で、細部に至るまで正確なものだった。ブルーゲルの死去で未完に終わってしまうが、最後に受け負ったブリュッセルとアントウェルペンを結ぶ運河の掘削事業の記録でも、一連の絵画に、ブルーゲルの建築に関する能力を見て取ることができる。イバベルの画面右側の拡大画像。島内部の突き出す岩が描かれている。第バベル。 ショーバベルともに大量のブロックの骨組みの表面に石板を貼り付ける広報が描かれている。これは古代ローマ建築における典型的な建築様式であり、コロッセオをはじめとする大規模な建造物に用いられた広報だった。この種の壮大かつ型通りの建造物は、ブルーゲルの他作品にはほとんど見られないが、当時の画家たちの作品ではよく描かれたモチーフだった。 メトロポリタン美術館のキュレーターであるナディネ・オーレンシュタインはブリューゲルがバベルの塔制作の10年ほど前にローマを訪れてコロッセオの遺跡を描いておりそのドローイングを参考にしてバベルの塔が描かれたのではないかと推測するが断定できるまでの見解ではないことも合わせて表明しているバベルの塔だけではなくブリューゲルの他作品でも中作として描かれたドローイングは一切 現存していない。しかしながら、このことがブリューゲルが絵画制作の前に修作を描かなかったということを意味しているわけではない。バベルの塔は両作品ともに詳細描写が一致しており、事前に十分な修作を描くことによって完成したと考えられている。山並みが描かれていないことを除けば、バベルの塔はワールドランドスケープの主要な構成要素をすべて含んでいる。 これはブルーゲルがキャリア初期に描いた作品の多くの風景描写と共通する特徴である。大バベルの塔は、瞬間な小山を覆い包むように描かれている。画面中央の建物基部と右上に、それぞれ岩が突き出すように表現されているのがわかる。大バベルには、画面左下のニムロードと思われる人物像の前にある石材に、ブルーゲルの署名と制作日が、ブルーベイグル FE。 MCCCCC、臭いと記してある。これは、ブルーゲルの主要なパトロンの一人で、その作品を少なくとも16点は所有していた、アントウェルペンの銀行家、ニコラース・ヨンゲリンクのために、1563年に、ブルーゲルが描き入れたものである。シミュレーションゲームのシビライゼーション3のボックスパッケージの一部に、バベルの塔が使用されている。 アクションアドベンチャーゲームのシャドーマンで、作中の閉鎖病棟と、バベルの塔がそっくりだということをブリューゲルが知ると、さぞかし、ショックを受けることだろうと、簡潔ではあるが触れられている。FPS ゲームのコールオブデューティブラックオプス2で、ゾンビモードのマップの壁に、バベルの塔が描かれている。ありがとうございます。